ティルミズイーの名前による書道作品、アブーイーサー・ムハンマド・ティルミズイーは旧世紀のイスラーム法学者である。ティルミズイーの生涯に関する情報の情報源としては、後世の学者が書いたハディース学者の列伝、例えば、ミッツイーのトドヒブ・アル・コモールや、ザハビーのサイヤー・エー、ラム・アル・ヌーバラがある。824年に、ティルミズ郊外、ジーフーン川沿いの村、ブルグで生まれた。 聖火はアラブ部族のバヌー・スライマーンに属す。幼少期より村のウラマーを師匠としてイスラーム諸学の学習に熱心であり、20歳の時に旅に出てホラーサーン各地を巡った後、クーファ、バスラを経てヒジャーズに至った。ティルミズ・イーはハディース学とイスラーム法学形成のキーパーソンであるブハーリーをはじめムスリム文ハッチャージュ。 アブダーウードスイジスターにと比較しても、膨大なハディースを収集したことで知られている。892年10月9日に、故郷の村で亡くなった。ティルミズイは盲目であったが、そうなった理由は神への恐れの、あまり泣きすぎたからと言われている。あるいは、ブハーリーの死を知って泣きすぎたからとも言われている。ティルミズイは9つの著作を書いたが、現代まで散逸せず、 残ったものはそのうちの4つである。修正の署名でよく知られる作品は、スンナハ六大伝承書の一書に数えられる、ハディース学において重要な著作である。あるイルルという著作は、修正で採用した方法を開示する内容である。ハディース学における定義の多様性と正確な分類語彙は、ティルミズイに返せられるべきである。 ティルミズ・イーのハディースの提示方法は各ハディースの際を比較可能に提示するものであって、正当派カラームは以後、この方法を踏襲することになった。ティルミズ・イーは、不自然にもアブー・ハニーファに言及しておらず、これはティルミズ・イーがラー・イを採用することに反対の立場であったことの反映とみられる。ティルミズ・イーにより、法学派間での意見の相違が育っていったとも言える。 もう一つのハディース州ある、シャマーイルアルマハミジラでは予言者、ムハンマドの予言者性について紹介する。キターブアルズーとあるいはキターブアルオスマワエル、クナーとも呼ばれる。ハンバル方学派の一部には、ティルミズイーを非常に激しく非難する者もいる。例えば10世紀の法学者、アブーバクル・ハンラールは、ティルミズイーが収録したサハーバムジャーヒドが伝えた、予言者のイスラーに関するハディースを拒絶し、 ヒルミズイーガージャフム派的異端に陥っているとした。ありがとうございます。